はい、皆さんこんにちは、朝霞篤でございます。週が明けましてですね、まあ日本は明けてもですね、まだアメリカが明けていないんでね、本ちゃんはアメリカですね、だから日本時間8日の夜からなんですけども、さあ今週はどうなるのかという話でございまして、何かとですね不安があると思いますよ。一番は要は銀行ですよね。はい、これは日本時間6日の3時31分に出たですね、日本経済新聞の記事ですね。米国民の 48% 預金に不安、民間調査08年上回ると。08年というのはですねリーマンショックがあった年でございますから、今から15年も前になりましたね。もうなんかこのついこの間のような気がしますけど、もう15年経ってしまいました。ニューヨーク佐藤、読めへん、リコですか、読めへんやこんな字使わへんほんまに。どういう字なんですか、浄瑠璃のリかな、浄瑠璃、今わからん。まあ、そのニューヨークの佐藤さん、女性でしょうね。米地銀の相次ぐ経営破綻を受け、預金の安全性を心配する米国民が増えている。米調査会社ギャラップがこのほど発表を公表した調査によると、米国民の 48% が懸念を抱いていると回答した。金融不安、不安を感じる人の割合は2008年の金融危機時を上回った、調査は4月8日から25日にかけて全国の18歳以上の成人1013人を対象に実施した。3月には米地銀シリコンバレーバンク、SVB やシグネチャーバンクが相次ぎ破綻し、他の地銀からも預金を引き出す動きが広がった。ギャラップが同様の調査をしたのは、08年のリーマンショック時以来15年ぶり。今回の調査では、銀行などに預けているお金の安全性について19% が非常に心配と回答。29% がやや心配と回答と答えた。08年9月の調査では合わせて 45% だった。支持政党や学歴などによる違いも浮き彫りになった。共和党支持者のうち心配と回答したのは 55%。 共和党の方が心配なんですね。まあまあ以下、あれしましょう。ちょ、最後の4行を読みますね。SVB などが破綻した直後の3月13から15日に、米調査会社モーニングコンサルタントが実施した別の調査によると、米国の成人の5人に1人が貯金を銀行口座から自宅や金庫など別の場所に移したと回答した。5人に1人で結構多いやん。一方、預金全額保護が決まった直後だったため、銀行を信じているという全額保護が決まった直後だったために、銀行を信じているという人の割合は 70%、 2月時点の調査 66% が余った。まあ、そのどう言いましょうね、個人のね預金がね、銀行の破綻によって消えてしまうということは、今のアメリカでもちょっと考えにくいですね。SVB の時は全部バッと入りましたからね、入って政府が入って全部補填するというか保証するということになりました。ただ企業は知りませんということですね。今週ですね、どういう動きになるか分かりませんけども、基本構造はね変わっていないんですよ。というか、むしろ悪化してると言っていいでしょうね。というのはですね、3日現地時間ですけどに、アメリカの FRB が 0.25 上げましたでしょう。
で、上げた直後にはですね、まあ、それ予想されたことなんで、そんなに大きな影響は出なかったというふうに思いますけども、今週は本番ではないかなと思います。先週はね、日本はゴールデンウィークで何かと行事多かったんですけども、今週は各国ともほぼフルに1週間あるはずですから、ここでですね、何か起こればですね、まあ、フルに起こっていくわけですね、全地球規模で。で、懸念されるのはですね、あれですね、さらなる地方銀行の破綻ですね。SVB の構造は別にどこも変わらないはずなんですよ。変わらないはずなんで、その次から次へと出てきても別におかしくはないわけですね。それでまだね、その分からんのがね、こう僕らがまだ知り得ないところで何か危機が進行してるんちゃうかという、リーマンの時もそうだったでしょ。リーマンがおかしくなるなんてね、聞いてへんやん、そんなんて世界って突然にお前ら何で言ってんねんみたいな感じだったでしょ。なんでそれはアメリカから出てくるのではなくね、日本であっても不思議はないんですよ。日本の銀行だってですね、なんて言いますかね、もう窮窮してるわけですよ。特に地方銀行なんかは窮窮しててですね、その要は預金者から預かったお金をですね、こう回す先がないわけですよ。なかなか企業を借りてくれへんしということでですね。で、まあ、日本の銀行ならですね、まあ、日本国債を買ってるんですけども、日本国債はあんまり買っててもね、日本銀行は取り上げるんですよ。お前その国債よこせって言ってですね、もちろんお金払ってですよ。だから日本銀行国債買えへんやんっていうのになると、そしたら、いや、アメリカ国債孤独とか言って、今後円安になるしみたいな、そういうノリでですね、アメリカ国債、日本国債とアメリカ国債なんてもう超無難な投資先でしょ。アメリカ国債買うてる可能性があるんですよ、日本の銀行もね。まあそれは分かりますけど、でその買ったアメリカ国債がね、僕は下がってるんですよ。当たり前ですけど、向こうは1年ちょっとでですね 5.25% も利上げしたんですよ。簡単には 5.25% 利上げした分だけ値下がりするんですね、債券っていうのは。値下がりしてても不思議はないわけであって、だから日本の銀行もですね、その すさまじい含み損を抱えている可能性があるわけなんですね、アメリカ国債を買っていれば。例えば、まあ、100億ぐらいやったらどうってことないですよ。100億超えてたらですね、5億毀損するだけですから、5億かしゃあないなとかってやってられるんですけどね。1000億買っていたら50億ですからね。まあ、1000億も買うってことはないと思いますけど、いや、わからんな、わからんなって感じですね。な感じでですね、日本の銀行も含み損は出てるでしょうね。多分今月、決算が発表されていきますから、そのあたりでだんだん上がってくると思うんですけど、今週は一番早い組ぐらいが決算出すでしょう。だからいろんなこうニュースが駆け巡ってるうちにですね、なんかこう疑心暗鬼が錯綜して、また変なことに なるんちゃえるかという気がしなくもないですね。ちょっとドキドキしますね、だから今週の動きは。まあまだもちろん今日のデイタイムは日本だけですから、まあ日本はもうオーストラリアありますけど、今日のデイタイムというよりも今日の夜からですね、何が起こるんやろうかというところがかなりドキ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 と。まあ、日本もね、景気悪くないんですけど、もう白氷の上っていう感じがしますから、何か一つぶっ飛んだらですね、一気に来るんちゃうんかなと、なんかそんな気がしてしゃあないですね。はい、ということで、このですね、日本経済新聞、この珍しく全部読める記事です。まあ、若干2、3日前、6日ですからですね、ちょっと前の記事ですけど、その向こうのですね、マーケットが閉じた後に書かれた記事ですね。朝の30、閉じてはないか、まだ金曜日の場中に書かれた記事かと思いますね。はい、一応ですね、開けておきますので、向こうのアメリカ国民の不安がですね、高まっていると、
これがまたですね、簡単には預金を引き出したらですね、その銀行の損が表面化してしまってまた潰れるかもしれへんでという、そういう単純な構造もあるし、なんか僕らが知らんところでやばいことが起こってて、それがバッとこう出てくるのかもしれへんでと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。